こんにちは、チャックバスです。今日はね、ニューヨーク旅行当日までにやることということで、今日は、ニューヨークに行く目的をね、ぜひ決めてからニューヨーク行かれることを私はお勧めします。まあ行ったことない人にとって、いや全部見たいっていうのはすごくよくわかるんですけど、やっぱり限られた時間の中で行動することになると思うんで、特に値段が安い安めのツアーですね、本当に滞在時間が短くなりがちなんでね、ニューヨーク自体はもう観光名所からグルメ、ショッピング、ミュージカル、スポーツ観戦、博物館、美術館、今ざっと書いたんですけど、まあこれ以外にもね、すごいたくさんあるんですね。公園だったりとか、そういう施設は本当に全部見ようと思うと本当にキリがなくなっちゃうんで、まずね、どこを絶対見て、そういうのを決めてからね、行かれるのを私はお勧めします。それではですね、旅行スタイルっていうのをね、どういうふうにも考えていくかっていうことですね。まあ、一番は余裕を持って施設を見て回って、その代わりまあ少し何個かスポットは削ってもいいからゆっくり見て回る、もしくはもうできるだけね、時間の限り予定を詰めて見れる、回れるだけ回る、まあこの2つのスタイルに限られると思うんですけど、まあ2番はまあ分かってる通り、まあできるだけっていうことなんで、まあ寝る時間も少しね削られると思いますし、その代わりできるだけね、多くのスポットを見て回れるっていうので、まあほとんどの方2番だと思うんですけども、これもね、事前に決めてった方がいいですね。やはりできるだけ多く予定を詰めるっていうことは、まあ、いろんなところに行くってことなんで、すごい疲れもたまりますし、あと何よりね、歩きやすい格好、歩きやすい靴ですね、そういうのも考えて、スタイル変わってくると思いますんで、それも合わせて考えておいた方が私はいいと思います。それではですね、次に総日数の中で自由行動ができる日は何日あるのかっていうのをね、事前に知っておくのがすごい大事なんでね、一般的にニューヨークの旅行はパックツアー、飛行機とホテルでセットになっている場合は5日から7日で組まれていることがとても多いですね。特に安いパックツアーだと全日程5日間とかになっていることが多いですね。私個人的に言うと、ニューヨークのほとんどのスポット、看護スポットを見たいで行きたいということがほとんどだと思うんですけど、正直5日間のツアー、まあ、全日程ですね、行って帰ってくる費用を含めた5日間のツアーだと正直厳しいと思います。まあ、なぜかっていうと、ほとんどのその安いツアーの場合、午前中出発のツアーがヒットする可能性ってのはとても低くて、ほとんど追加料金かかることがほとんど多いですね。私も一度安いツアー、できるだけ安いツアーでと思って行った時は夕方発でユナイテッド航空、まあ成田17時発、現地6時50分に着きぐらいに到着予定で、まあ、定刻通り着いたんですけど、まあ、入国審査等々済ませてね、その後列車で行ったんですけど、ニュージャージーの電車で乗り継ぎてペンステーション行って、そこのホテルにチェックインして、でまあ物を置いて食事に行ってっていう時点でもう、その時点でも8時ぐらいで、その後やっぱりもうやっぱりちょっとバーに行ってお酒ちょっと飲んで1日目終了っていう感じになっちゃうんで、全日程の5日間のうちがそれで終わりなんですね。で実際5日間のうちあって、あと最終日の4日目っていうのは、
行機の時間まで観光するっていう。で、5日目、4日目から5日目っていうのは飛行機の中です、過ぎますんで、まあ、4日目やっぱり飛行機の時間っていうのもあるし、空港まで自力で行かなきゃいけないのでね、もしシャトルバスとか電車とかで行かれる場合はやっぱりその時間もだいぶ気にかけなきゃいけないですし、まあどの旅行会社でもね、そのチェックイン時の時間の 2,3 時間前までには来てくださいっていうことで結構大きく書いてありますし、特にこのユナイテッド航空で僕行った時の帰り、結構早めに寄っていくんで行ったんですね。本当に大正解でした。何人並んでたんだろうな、とりあえず50人以上はそのチェックインのために並んでたんですね。まああのニュージャージーの空港、ニューアーク空港なんですけど、 JFK に比べると本当に規模は小さいので、まあ、そういう面でもね、やはり人が少ないのか何なのか、すんごい並んでて、この並び何なんだろうなと思ったらチェックインの並びだったんでね、本当にその時は3時間前ぐらいにチェックインの3時間前ぐらいに到着したんですけど、本当にそうしといてよかったなっていう感じでしたね。っていうのもありますんで、やはり最終日のその飛行機までの時間に観光するっていうのも、まあできなくはないですけど、やはり気持ち的にはあんまりゆっくりはできないんでね。だから最終日はそこまでね、荷物もセットしなきゃいけないですしね。はい。っていう感じで、5日間のツアーのうち、まあ1日目がそれで終わって、まあ4日目、5日目がそうなるってことは、本当に自由に使えるのって2日間。観光スポット全部詰め込むのやっぱり厳しいんですね。ってなると、まあ、旅行日程を本当に7日間に伸ばすか、もしくは5日であればそのある程度のスポットに絞ってね、回ることを私はお勧めします。それではね、ざーっとまとめに入りたいと思います。まあ3日間ぐらいしかない場合はやはり事前にね、自由行動できる時間をはっきり決め、把握してね、で、絶対見ておきたいスポットっていうのを決めておきましょう。私は夜景が大好きなんで、エンパイアステートビルの夜景と、ロックフェラーセンターの夜景、あと、ツアーで行った、夜景の車で回ってくれるツアーですね。その3つを確実に予定に組み込んでから、他の行きたいところを詰めてってっていう感じにしましたね。もし初めてニューヨーク行く方で5日間の日程を7日間に変更できそうだ、できそうだったら、まあ金銭的にも休みの期間的にもあると思うんですけども、もしできるんであればね、絶対するべきだと思います。特に初めて行かれる方はね、全部見て帰りたいと思うのは誰でも思うことなんでね。あとはもう、スタイル的にゆっくり余裕を持って見て回るか、もうカツカツに予定を見て、予定を組んで、ね、組むか、これも事前に決めてね、もし時間カツカツにいろんなとこ回るって決めるんでしたら、本当に歩きやすい格好っていうのをね、それも本当に考えておきましょう。日本の一般的な施設と違って、ニューヨークの博物館一つとってもすっごい広いんで、まあ聞いたことある方いると思うんですけど、メトロポリタン美術館っていうすごい大きな美術館があるんですけど、本当に全部見て回りたい、中の作品を全部見て回りたいってなると本当に1日じゃ効かないっていう皆さん言いますんでね、ということはその分のスペースあるってことですので、やはり歩きやすい格好を、ね、頭に入れて決めていくといいと思います。今日はちょっと短いですけど、今日の動画はこのぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。